お、はい、お、はい、お、これはちょっと、ああ、ハリキュー殿からこんにちは、ヨハリキンです。今日モデルの田中さんにお越しいただいてますけども、はい、お願いします。前回7年、はい、4年、うん、ぎっくり腰腰痛っていうのをやりましたけども、なんか調子上がったんですけど、なんか急に今日に合わせるかのように3日前ぐらいから本当に、はい、多分寝違え、なんか変な姿勢で寝たのか分からないんですけど、とにかくなんか首から肩甲骨から割と腰の前側、股関節、はい、特にこの辺りが痛くて、これは何とかしていただきたいと思って今日は張り切ってやってまいりました。だからね、ライン的に言うとね、いいですね、はい、いい、胃が悪そう。ああ、そうなんですね。まあ、その辺は後で全部チェックしますけども、はい、股関節の前側って胃腸が調子悪いとなったりとかするんで、変な寝方もあると思いますけど、季節的にも胃の負担っていうのがあると思うんです。はい、そこら辺も含めて見させていただければと思います。はい、それでは、ゴー。ちょっと反ってみてください。胃が反れますか？いや、ちょっとだいぶ硬いですね。これで、痛いですか？痛いです。どの辺が痛くなるの？この中心部ですね。はい、前鏡だと前はいつも割と前行けます、ね、あ、でもなんか今日はいつもより行かないかもしれない、はい、手がつかないです。反りがきついですね、はい、うん、そうですね、あ、こう回してなんか引っかかりになってる、うん、内回してパホンって音がします。パホンちょっと股関節が怖い感じですか？外れるなんかもう、はい、反対側どうですか？これが大丈夫ですか？こっちはそんなにないですね。内側がなんかおかしい感じ。左、わからない。もうダメだ。股関節は微妙ですね。ちょっと、はい、辛いですね。辛いです、はい、じゃあ腰も悪くて股関節がこうかばってる感じですね。はい、これも含めて治療していきたいと思います、はい、腰がこれね、やっぱちょっと色がこっち側はこの辺はまだ白いんですけど、ここは薄黒いんですよね。ここどこか嫌ですよね、この辺のラインね。そうですね、それですこうやってもう、はい、これがもううっ血ですもん。僕あの軽くしか押してないですからね。うん。緊張してきたぞ。緊張しますか？大丈夫です。優しくします。お願いします。ちょっと流すんで、オイルの方をしますね。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。おお。お？ああ、ここは横がちょっと、痛い。大丈夫ですか？なんとか。あ、ここのタコはちょっとまずそうですね。なんとか。動かなくなります。ここですよね、ここね。うん。ここですか？大丈夫。ちょっと痛いけど、はい、まだ大丈夫です。この腰のこのここは OK です。お、はい、お、はい、お、これはちょっと大丈夫です。ここに痩せますよ。うん、あ、それはいいですね。入れます。大丈夫ですか？ダメそうです。痛い、痛いけど大丈夫です。大丈夫ですか？なんとか。はい。では5分お休みいただきます。5分経ちましたので、はい、取っていきます。あらららやっぱ腰、あらららら腰もひどいですね。なかなかひどいですよ、あれで。ちょっと腰あまりにも悪いので調子でいきます。ちょっと響きますけど、はい、ブーンってきますね。うん、ああ。
い、ゆっくりです。来ました、響きますね、はい、ここは響きますね、ここ行きます、はい、うっ、あー、あー、わー、わー、声を出した他のところにも響きます、声を出した他も響きます、おとなしく人が入ってくる、いやいや、えー、そう、おとなしくしなくても、さっき鳥さんは響くって言って動いてましたけどね、くねくね、これちょっと響きますね、はい、ちょっと響きますね、はい、なんかジェトーさんみたいな、最初大丈夫なんですよ、だん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 泣いて、中がじわってきますね、最後にはい、今日はちょっと抑え気味ですね、36センチですね、え全部足すとですね、長い針ですね、ちょっとこれで10分ほど大丈夫です10分ほどお休みいただきます、はい、じゃあ10分経ちましたので、いや、取っていきます、おー、こうですね、どうでしたか、針は、いや、なんか最初は全く大丈夫なんですけど、最後の一押しがすごいズンって響く感じ、あ、はい、びっくりしますね、いやなんか、おー、来た来たって思ったんですけど、そう、あれ苦手な方も、うん、僕実は苦手なんですよ、うん、だからあれ基本的にはやんないんですけども、うんうん、でもあんまりひどいとですね、いや、ちょっとやりますね、すごい、でもおかげで全然大丈夫です、はい、ちなみにちょっと動き見てみましょう、はいちょっと軽やかです、はい、ちょっと立っていただいて、はい、足肩幅ぐらいですね、はい、肩幅で、はい、で、ストーリー全然いきますね、大丈夫です、さっき6個かかった、はい、全然平気です、はい、さっき6個かかったのに感じですね、股関節、あ、あの変な音がしなくなりました、ね、大丈夫、いい感じですね、うん、違和感どこですか、なんか痛かったんで、大丈夫です、大丈夫です、うん、すっきり、よかった、めちゃめちゃよかったです、はい、で、はい、もしどうしても腰が痛いとかって痛み取るのが10円と1円実はできてですね、うんうん、10円とこれ1円を貼ってるんですけども、だから股関節痛いなと思ったらそこにですね、はい、10円が当てて貼るだけでも結構楽になります、うんうん、痛いとこにそのまま貼っちゃった、あ、そうです、はい、軽くこれね、だけです、で腰とかも、うん、ここが調子悪いなと思いますね、ここにピッと貼ってこれだけです、はい、で、これで、ね、反ってみてください、いや、できますよ、ね、そしてお腹がすごい勢いで今ぐるるってぐるですね、はい、バッチリです、はい、ということでこれを貼っていただければと思います、はい、では他にもですね、11円音などを使ったですね、セルフケアですとか施術の動画配信してますね、次の動画もご覧いただければと思います、チャンネル登録と高評価で応援の方よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、首がでもすごい首、肩悪そうですね、もっと痛くしようと思えば起こりたくなる感じですか、これは指が高めれば、うん、あとスライドの確認、うんうんうん、あのまんまに強いのが強いのにした方が良くなるわけでもない、そうですね、うん。